はい、どうもどうも、カジマです。今日はこちらお家でリラックマやっていきましょう。はい、スタート。おかえりなさい。おかえり、ただいま。どうせおやつでしょ。一緒に昼寝しましょう。あ、昼寝だったおやつじゃないんだね。大丈夫、昼寝で。おやつ食べなくていい。そうあー、汚ね汚いね。じゃあ掃除するか今掃除してるんだけどさ、ここのイラストあるじゃん。これあんま消したくないよね。いや、イラストっていうか落書きなんだけどさ、可愛いんだけど、まあ消すしかないもんね。はい。もったいねえな。なんで画用紙に書かないんだ。ちっちゃい子でこういうことするもんね。私も壁に書いてるよ、落書き。もう、しかも色綺麗に塗ってあるし、意外と絵うまいし。で、掃除するだけで蜂蜜ポイント溜まっちゃうんじゃないのこれ。ほら、はい、大石さんも消すよ。これ結構いいデザインだったね落書きかどうかわからんわ。まあこれ完全に落書きだけどさ、このこれ何の絵、お、食いたいのかな食べたいんかな。誰だろう、これ描いたの。あ、知床、メモ落ちてる。あ、ポイント溜まった。満タンになっちゃった。蜂蜜満タン、イエイイエイ。なんか耳荒れとるねまたか毎回ブラッシング癖なんじゃはい、ありがとう。スタンプ帳ね、いただきます。あ、なんもないな。スタンプポイント溜まったんだけど、なんかあるとね、アイテムもらえるんだけどね。次はなんだそれ、音楽かな。曲がもらえるっぽいな。音楽変えれるんですよこれ。で、おやつ食べさせようかな。何しようかな。ホットケーキでいいかな。ホットケーキが一番美味しそうだよね。で、どうしようかな。みんなで食べさせるはい、みんなであげましょう。ほら、食え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 。でもみんなで食べさせるとこのあんができないんだよね。あんしたいよね。綺麗にやってる。ちゃんと切って食べるんだね。あ、君たち左利き。あ、そうなんだ。みんな左手で食ってるね。あれ、そうだっけ。あ、ナイフ使ってるからってこと。あ、そうだね、ナイフ使うから左手で食べるんだ。ほう、なるほど、そうだったっけ。なんかわからんくなってくるどっちでもいいか、美味しければ。ごちそうさまでした。だって、お、何、プレゼントです。あ、ありがとう。な、何、黄色い鳥からのプレゼント。特製手作りバスボム。バスボム作ったの。え、作れるんだバスボムで。お風呂で疲れを取ってくださいね。はい。で、お風呂行けるの私。この辺お風呂、これお風呂っぽい。ない、意見は。かゆい。なんか黄色い鳥がかゆいって言ってるね。なんだろう。あ、耳が荒れてる。耳？それ耳？触覚が荒れてますね。おい。ここね。これ気づくみんな。私この前気づいたばっかりなんだよね。ほらほらほら。はい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 。よしよしよし。はい、綺麗。で、ついでになでなでもしよう。無理。え、なんで？あ、無って書いてあった。無理かと思ったら無理って、無理じゃないんだ。これ場所か？口？口ダメなの？なんだろう。で、一回外すじゃん。幸せ。あ、ルンルンタイムになった。これでいっか。おい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 、さっき掃除したばっかぞ。なんでも脱ぎ散らしとんの。なんで？これはなんでですか？なんで脱いだんですか？脱いだらね、片付ければいいんだよ、君たち。ほら、なにその顔。うわ、なんかまた小島が言い寄る。あー、めんどくせ。あ、寝てたのそれ。そうなんだ。はい、おいで。はい、ブラシするよ、ブラシ。はい、何その耳は。はい、いい感じです。どの目線もう、どこでそんな言葉覚えてきたの。言ってみ。え、何、茶色い黒板はいはいはい、こっちもね、こっちもね。うい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 。大丈夫、これでいい。はい、他は、他大丈夫なんかな。パッと見大丈夫だけど、私が気づいてないだけ。口は、鼻が、ハクション。あ、そんなことするんだおー、やってみるもんだね。お腹は、あ、お腹なんもならんわ。じゃあ鼻が、あ、場所によって違うんだ、触る場所によって。じゃあお腹に、お腹触ると、あ、は、あれどうしたの、鼻ばっかりじゃん。判定がちょっと緩いんかな。ういういうい、これでいい。やっぱ頭か、頭が好きなのかはいにゃーはいにゃーって君おっさんじゃないの、中身違うんかな。なんか小島入っとくかもしれんな、これは。お、なんだい、え、何それ。はい、
はい、これあげます。見えん。お腹で見えん。白、白白かぶって見えん。ミラクルの方のプレゼント。七色ビー玉。あ、ビー玉くれるんだ。これを見ていると、はい、時間忘れちゃいます。あ、そんなに好きなのものくれるん。へえ。そんなに私に感謝してる。じゃあ次、クリラクマ、おいで。君も見えへん。はーい、ブラシするよ。撫でて。オッケーオッケー、撫でる撫でる。ほい。わーい。あ、喜んでる。早っ。この子はあんま荒れてなかったんかな。一瞬で終わるわ。ほい。はい。他には、この子大丈夫そうだけどね。鼻が、ハクション。やっぱこれみんなするんだ。ごめんって。はい。ポイント貯まりましたね。見に行ってみましょう。じゃーん。はい、何ですか？これ、はい。スタンプ押せるみたい。うんうん。知ってる。で、押します。これで音楽がゲットできると。なんだろうなぁ。ほい、ペコン。昼下がりのお散歩。多分曲変えれるんでしょうね。それ何の音だろうね。チコ、チコ、チコみたいな。あ、チュートリアルないんだ。確かね、ここでできるんだよ、サウンド。ここで多分出てくるんじゃない？あー、BGM、あ、音量調整ここでできるんだ。あー、そうなん、リラックスタイムってのが今。で、これゲットしたやつね。おしゃれ。これいいね。これにしよっか。なんかお腹出て見えるな、このトレーナー。スポーツ用だしな。そう、スポーツ用っていうことは、フィットネスをしなければ。そう、フィットネスするために今日はこの格好。ジャージ。で、これでなんかね、しっかりモードとか速くなるらしいよ、動きが。ちょっとやってみよっか。コメントで教えてくれたんだよね。しっかりモードとか、みっちりモードにすると超速いですよって言われたので。まあ、小島っち速いのは得意だしな。時間5分なんだね。はい、左右でステップです。やっていこう。どんなくらい速くなんだ？曲変わる？え、なんか違くない？こんなんだっけ？あ、速っ！確かに。はい。はい。はい。あ、でも、そこまでないかもしれない。ほい。ほい。あ、いけるいけるいける。これくらいならいけるね。はい。あー、なんだ。時間がね、私これ長いと思ってたんだよ。フィットネス。他のやつ。単純に、速くなるだけなんだね、多分。教えてくれてありがとう。教えてくれなかったら多分一生しなかったよ。はーい、残り1分になりました。まあまあいけてるような気がする。左上見てポイント結構いいんじゃないの。星5いくんじゃないの。あー、クリラックマ回るの可愛いけど、どうせ目回すもんね。目回すならもうやりなすな。君は三半規管が弱いんだ。ふい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 。はい。いやー疲れる。足っていうかなんか腰あたりに来るね、このダンス。腰が結構痛い。ほい。多分ステップが変なんだろうな。あ、また周り寄る。かわいいな、回るの。うん、かわいすぎて見とれてからね、今ミスったよね、しれっと。しれっとミスる。はい。はい、バイバーイってする。ほい。ほい。はーい。はい。はい。はーい。あ、終わった。最後はバイバイで終わるんだ。あ、ギリいかんかったね、満点。あらま、星5点いかんかったか。ちょっとスリムになった。この辺が痛くなるんだよな。良い運動になりました。なったかもしれん。結構疲れた。あとちょっとだった。何？あ、ミス8回分？あー、そこか。お、びっくりした。ミラックまでなんかしたかと思った。これ怖くない？いきなりこうなっちゃったら。ああ、かわいい。なんか聞いてる。最後ミニゲームしようかな。どれにしようかな。ドキドキクラッカーやろうかな。はーい。これ運ゲーです。では、クラッカーを鳴らさないように紐を引きましょう。引く順番はトランプで決めます。はーい。ありがとう。ほら、ほら、ほら。ほら、みんなにあげるよ。ほれ、ほれ。で、私、一番を。なんか緊張するね、一番って。いくよ。黄色にしよっかな。うい。あれ。うい。うい。オッケー。おー、セーフ。何これ、リラックマその動き。やだやだ、引きたくないってこと。黄色い鳥頑張っ。え？ん？ん？お、びっくりした。
当たりか、当たりっていうか外れかと思って強かったんかと思った。そういうわけじゃないんだ。いや、びっくり手を離していいですかって君耳に届いてるそれ。はい、な、大丈夫じゃない、リラックマさん。もう2回ぐらいやってるしね。えい、え、嘘、2周目来ちゃった。何色空いとる？隅っこの方取ろっか。うわ、ういっ、おー、勝った。私勝ち、負けはなくなった。え、だよね、残り3個だよね。一か八かですよ。助かった、かわいい、喜んでる手に持って喜んでるじゃん。おー、来たやっぱりね、まあ、最後まで行ってほしかったな、どっちかっていうと。まあ、お疲れ、よう続いた。結果発表、じゃーん。うん、運に任せておけばいいんですよ。まあこれ運ゲーだしね。お、なんか来た。何、もち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 、はい、何ですか。今したじゃん、運動。もういい、もういい、やだーせーもう先したはい、といったところで今回はここまでになります。ご視聴ありがとうございました。また次回よろしくお願いします。それではバイバイ。ごめんね、黄色い鳥、もう運動したんだ。小島ち疲れた